あら、ケタールコメスタン、皆さんこんにちは、ミコです。今日はですね、7月25日日曜日の朝10時から12時までで行います監視の、まあ、ワークショップといいましょうかね、あの体験型参加型 の講座のご紹介でございます。でちょっとね、あのこれじゃあなんで講義って言わないのかっていうと、結構皆さん同士で討論というかね、あの意見を出し合っていただいて、じゃあこれとこれの表現って何が違うのとか、じゃあこういう場合はどういうふうに言えばいいのっていうのをですね、皆さん同士でお話をどんどんしていっていただきます。なので2時間黙って聞いとけばいいわっていうスタイルではなく、もうカメラもオンにしていただいて、他の受講生の皆さんたちとお話をしていただきますので、積極的に関わる準備をねできた方からどうぞ ご応募いただけたらと思います。でそこでじゃあ私どういう風なお話をしていくのっていうところなんですけれども、やっぱ監視ってね、スペイン語ってその定冠詞と不定冠詞がまずありますね。でなおかつ男性系、女性系、単数系、複数系ってあるから4種類ずつあるわけです。これの使い分けをそう簡単にね、なかなかやっぱ理解ってできないものだと思うんですよね。で、そこでじゃあ私レッスンの中でどういうふうなお話をしているかというと、定冠詞というのは特定するもの、エルラロスラス。不定冠詞というのは特定していないもの、ウンウナ、ウノスウナスっていうようなね、形ですよと。で、じゃあその特定している、してないの定義って何っていうと、共通認識があるものっていうようなお話をしてます。なので、例えば私昨日ワンピースを一つ買いましたっていうような話をした時に、ジョコンプレエルベスティドアジェル、ジョコンプレエルベスティドアジェルって、エルベスティドって定冠詞を使っちゃうと、なんかあたかも私もその聞いてる側の私もそのベスティードを知ってるかのように聞こえるから、これ違いますよ、このケースはうんですよっていうようなお話をするんですね。でそうすると絶対起こるのが、ボーイアーウンスーペルメルカードっていうね、ウンスーペルメルカード、だってエミコ先生、私がいつも行ってるスーパー知らないですもんねって言ってくださるんですよ。でこれ本当によくある間違いでなんですけれども、このケースはやっぱちょっと違うんです。で、このボーイアルスーペルメルカードのケースをですね、じゃあイメージ的に理解していくのと、文法的にね、きちんと理論で理解していくのと、これ両方ともやっていただきたいんです。じゃあまずイメージとして理解するっていうのはどういうことかと言いますと、皆さん例えばスーパーとか病院とか教会とか大学とかパン屋さんとかって聞くと、パッてイメージするものって基本的にみんな一緒やと思うんですよ。一般的にイメージできるもので、これは共通認識があるという部類に入ります。なので自分がいつも行ってるスーパー玉でとかじゃなくて、イオンとかじゃなくて、パッてイメージするショッピングセンターってイメージするものって大体よく似てるじゃないですか。あれは共通認識があると理解しますので、こっちはですね、定冠詞を用いていきます。で、じゃあね、これをね、文法的にどういうふうなロジックがあるのかというと、イール、アーの後ろに来る建物名とかっていうようなものはですね、まあ、公共の施設とか言ったりしますけれども、こちらは、定冠詞っていうふうに決まってるんですね。これは文法的に決まってます。イール・アール、もしくはイール・アラーになります。なのでボーイ・アール・スーペルメルカード、ボーイ・アール・ヒムナシオ、ボーイ・アール・オスピタル、ボーイ・アラ・イグレシア、ボーイ・アラ・パナデリアとかっていうような言い方になります。これまた決まってるんですね。なのでこれ両方からゲットしとくと近いです、強いですよね。で皆さんぜひこう1個なんかボイヤルスーペルメルカードいつもあるって言ってるなっていうのもこうインプットしていただけると、ボイヤウンヒムナシオってなんかおかしい気がするって気づいていただけるかもしれないですよね。でじゃあその共通認識があるないとか、みんながパッとイメージできるもの、これ英語で言うと総称の座、総称の座、総称的なイメージとかっていうような言い方もしますが、じゃあ総称なの？違うの？とかっていうのもありますね。でもルールっていっぱいあるんですよ。でいろんな要素が組み合わさってるので、じゃあ常にボイヤルスーペルメルカードでボイヤウンスーペルメルカードっていう表現がありえないかというと、もちろんそうではなくて、例えばボイヤウンスーペルメルカードヌエボ、ボイヤウンスーペルメルカードヌエボっていう表現はできます。なぜかというと、このヌエボという形容詞がつく時というのは不定冠詞を用いるっていうね、ルールがあるからなんですね。で、いろんなルールがあって、じゃあこのケースはどのルールを適用するの？じゃあ私が今言いたいことを言うためにはこのルールが必要ねっていうのをこう引っ張ってくる感覚なんです。
で、これはこうやからこうっていうのは言語なのでありえないわけです。じゃあ必ずエクセプションとかっていうのは入ってきます。で、これがでも分かんないわけですよね。でもまず一番大切なのはルールを理解することです。基本のルールをきちんと理解すること。基本のルールをきちんと理解できれば、皆さんご自身で使い分けたりとかね、アレンジしたりとかすることは将来的には必ずできるようになります。私本当にでも言語はみんなできるようになるものやと思ってるんですよ。私特別な人間なんじゃなくて、本当に誰でも分かるようになるんです。だって文法というルールはもう確立されてるんです。スペイン語ですよ皆さん、スペイン語。もうスペインの政府もやってれば、メキシコとかペルーとか大きい大学とかだってもう言語教育の部門って持ってるわけです。だからね、すごい確立された文法の理論っていうのがあるので、それを学んだ方が絶対に早いんです。ただこれをスペイン語で理解しようとしてもなかなか難しいと思うから、私日本語にすべてね、訳させていただいております。で、じゃあいろんなルールあります。今ねご説明したみたいに、イールアーの後ろに建物名とかが来た時というのは、その定冠詞を用いますよっていうようなルールっていうのはあるんです。でもこんなん急に全部説明されてももちろん覚えられないし、もちろんわからないと思います。なので資料としてお渡しをします。で、困った時はぜひそこに帰っていただきたいんですね。それを見ればわかるようなテキストをお渡しいたします。これテキストつきますので、ぜひ皆さんね、今回の講座ご参加されてみてください。本当に面白いですし、あ、そういう風な理由があるんだっていうのを分かっていただけます。で、やっぱ分かると楽しいんですね。分かると楽しいからもっと勉強したくなります。で、もっと勉強していれば自然に話せるようになります。で、そうするともっともっとどんどん楽しくなるわけですね。で、ぜひそういうスペイン語の深みに触れていただきたい。なぜ女性名詞と男性名詞があるの？なぜ単数形と複数形をわざわざ分けるの？で、なぜこの名詞は単数字じゃないといけないのとかっていうのもね、もっともっとスペイン語にね、興味を持っていただけるような講座に今回なります。講座というかワークショップですけどね。で、スペイン語をね、勉強されてる皆さん同士でぜひお話をしていただけたらな、いただけたら、それもね、楽しいと思いますし、そんな交流もね、持っていただきたいと思うんですね。で、スペイン語理論、スペイン語概論、スペイン語議論、とっても楽しいので、ぜひね、今回、こちら。まあ、今回単発の講座になっております。私の受講生様でない方もね、もちろんご参加いただけますので、ぜひぜひお気軽にご利用いただければと思います。それでは今日はこの辺で、ムチャスグラシアスポルベルミビデオ。チャオー。